こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、ユニクロの年末祭がスタートとなりましたので、今回はですね、そのセールになった商品の中からこれは買っておいて間違いがないよねというものですね、まあおよそ5点ほどに絞って皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思っています。まあ今回の僕のスマホですね、こちらを共有しながら皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですが、まあ結構ユニクロも感謝祭ですとかいろんなセールのタイミングがあるんですが、まあ年末ということでね、今回はちょっとこう温かい系のアイテムが値下げになっているんですね。まさに今買ってこれからまあ2月末とか3月頭まで使えるものが非常に多くて、まあ、中にはですね、僕自身が最近買ったものもセール価格になったりしてですね、まあ、嬉しかったりちょっと複雑な気分もあったりするんですが、ぜひ皆さんもこのタイミングにですね、冬を快適に過ごすためのアイテムをですね、買い足していただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションを今日ですね、なるべく分かりやすく解説をしてますので、まだの方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的におすすめのセールアイテム皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず1点目ですね、これがリサイクルダウンジャケットというアイテムですね。はい、こちら今画像をですね、皆さんにこちらで共有してるわけなんですが、これはですね、隠れた名作だと思っていまして、実はこちらに実際にあるんですね。これめちゃくちゃいいんですよ。地味なアイテムではあるんですね。なんかオンラインでは見かけることが多いんだけど、店頭ではね、なかなか見当たらなくて、僕もですね、見てみたいなとずっと思っていたんですが、僕はオンラインで購入しました。これは本当に良くて、ぜひ皆さんにもご紹介したいんですが、まあカラー展開としましてはですね、ブラックがあり、そして、オリーブですね。僕が購入したのはこちら57番のオリーブなんですが、オリーブがあり、あとは、ブラウンとグレー。まあ、4色展開なんですが、一押しはですね、まず使いやすいブラック、0級のブラックが間違いのないですね、選択だと思います。で、2番手になってくるのが57番のオリーブですね。まあ、個人的にはこういったブラック系はすでに持っているので、今回はオリーブにしたわけなんですが、なかなかオリーブの色合いも良いんですね。まず、ベースのデザインは、こういったまあ薄めのダウンになっていまして、襟元ですね、通常のこのようなユニクロのウルトラライトダウンってスタンドカラーのものがベースになってるかなと思うんですが、これはスッキリとした丸首のですねデザインになってまして、首元の雰囲気がまあ全く異なるんですよね。まあ、このようなちょっとこう襟元のスッキリとしたダウン系だとかキルティングジャケット、今年はかなり増えていまして、まあトレンドの一部かなと思うんですね。このあたりを存分に楽しめるのと、昨年去年のユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボレーションありましたよね。あのデザインを結構ですね、受け継ぐようなアイテムとしてはすごく使い勝手がいいなと思うんですね。無駄がなくミニマルなデザインなんですが、やはりこうクロートの方が見ても結構バランスいいんじゃないかというところがですね、しっかりと感じられるような一着に仕上がってまして、肌触りもめちゃくちゃいいんですよね。もう本当に滑らかでふわっとした風合い、そして何と言っても軽いというところでは、まあ、ものすごく使い勝手がいいかなと思います。まず皆さん、この機会に安くなっていますので、これ要注意、要チェックアイテムですね。要注意じゃなくて要チェックアイテムだというところはですね、頭の片隅に入れていただきたいなと思います。今ね、こちらに動画流れていますけども、白のタートルネックだとか、先日ご紹介したドライのモックネック T シャツなんかで合わせてもらうと非常に相性がいいんですね。あとは襟元がスッキリとしているので、意外とパーカーとの合わせなんかもハマりがいいです。非常に、ね、使い勝手がいいですね。まあそんなに寒くなかったら、これがアウターとして機能して12月末まで使えるかなと思うんですが、もっと寒くなってきた時ですね、これがミドルレイヤーみたいな形で、これを着てその上にロング丈のコートみたいなスタイリングも組めたりするので、かなり便利かなと思いますね。まあ、オリーブなんかだと非常にこう少しなんかエッジが効いているので、着こなしのアクセントになりますし、ブラックはもうベーシックで使いやすいというところで、まあどっちを選ぶかはですね、なかなか難しいところですね。ちょっと具体的な着てる事例も見てみましょうか。
結構これ面白いのが、男性と女性両方着てる方がいらっしゃるので、ね、家族でこうシェアするみたいな形もいいと思うんですね。はい。まあ、女性の場合はちょっと緩めにサイズ着るのがおしゃれだったりするので、男性のサイズを、女性が着ても全く問題がないかなと思いますね。まあ、ライトグレーだとかね、まあ、このパーカーで合わせるような、ゆきひろさんの着こなしなんかもいいと思いますね。様々な着こなしが想定できるので、個人的にもおすすめかなと思いますね。はい、ということでこちらのですね、リサイクルダウンジャケットが、5,990 円ということで、こちらは12月31日まで期間限定の価格になってますので、そちらもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目のアイテムなんですが、防風パテットコートというアイテムですね。こちらは、年末祭ということではなくても値下げになったんですね。なのでこのタイミングで買うのがめちゃくちゃいいんじゃないのかなと思います。カラー展開はですね、ブラックとブラウンと、そして、オリーブの3色展開になっていますね。まあ、最近は結構このオリーブが出てくる機会が多くてですね、ユニクロのオリーブって結構品があって僕が好きなんですよね。まあ、ミリタリーライクになりすぎないような上品さのあるオリーブで、個人的にはすごくいいなと思うんですが、実はこれもですね、購入してあるんですよ。まだこちらは動画撮っていないんですが、近々またね、皆さんにですね、しっかりと一本動画撮りたいような非常に良いアイテムだと思うんですね。これはね、ちょっと語るには15分から20分ぐらい必要なアイテムなんですが、まずはセール価格になっているので要チェックというところですね。まあ、どういうアイテムなのかというと、まあ、ダウンのようなアウターに見えるんですが、着丈が長くて、中綿になってるんですね。中はダウンではないんだけど、中綿もなんだかんだで結構あったかいんですよ。僕はですね、似たようなアイテムをですね、実はもうすでにいくつか持ってるんですね。ゴールドウィンのアイテムなんですけども、中綿のアウター持っています。他のブランドでも中綿系のアウターを持っていまして、去年はダウンを買わずに中綿のアウターだけで過ごしてみようっていうのを実験したんですが、意外と問題なく冬を越すことができたんですね。なので中に着るもの次第でこのような中綿のジャケットっていうのはすごくですね、使い勝手がいいかなと思うんですね。こちらはまあ結構ですね、最近では増えてきているちょっとミリタリーライクなデザインベースになってまして、まあちょっとこうモッツコートだとかモンスターパーカーだとか、まあそのあたりのデザインに似たような形になっています。まあ襟元はですね、スタンドカラーになっていまして、一応フードもですね、内蔵されているんですね。まあ、フード出して着ることもできるんですが、個人的にはこのスタンドカラーでなおかつフードが収まっていてボリューム感がある状態、襟がちゃんと立つ状態というのが、まあ、襟周りがすごく美しいかなと思うので、フードは出さない着方が、推奨したいなと思っています。風合いもすごくいいです。パリッとしすぎずに使い勝手もいいですし、まあ、本当にこう重量感がありそうに見えて軽いんですよ。そのあたりもすごくいいですね。まあ、名前にもある通り防風パテットコートということで、風もしっかりと遮断してくれますので結構あったかいです。あとは、まあ、後ほどご紹介しますが、内側ですね、ヒートテックなんかでしっかりと重ね着をしながら内側に着るものさえ変えてもらうと、今っぽいデザインのこういったちょっと丈の長いですね、ロング丈のアウターを楽しむことができるんですね。結構これが完成度高くて、まあ、正直ですね、僕は値下げになるまでは、まあ、全くですねこれチェックしていなくて、たまたま先日ですねユニクロの店舗に行って、そういえばこれ試着してなかったなと思って着てみたんですよ。まあ、先ほどもお伝えしましたが、結構似たようなものを持っているので、いまいちちょっとこう手が伸びなかったんですが、着てみたらめちゃくちゃ完成度高いですよ。これがですね、今価格が安くなって5,990円、僕が持っているものに比べると下手したら10分の1ぐらいの価格なので、ちょっとやりきれなくなってしまうっていうところがあるんですが、すごい完成度が高いです。またこれも改めて動画撮ってみたいと思うので、コーディネートについてはですね、そちらを参照にしていただきたいですね。カラーはブラックなのか、もしくはオリーブなのか、この2択でしょうね。僕は両方の色を持ってるんですよ、同じようなもの。だけど今回はブラックにしました。まあ、よりベーシックで使いやすいブラックと、オリーブに関してはちょっとクロート感があって、これはこれですごくいいと思うんですね。なのでちょっと選ぶのが大変なんですが、ぜひ皆さんチェックをしていただきたいなと思いますね。
そう、白パンなんかで合わせるのもすごくいいですね。まあ、セリナさんがこうやって合わせていますが、なんか白と合わせるの、オリーブのこういったコートと白パンみたいなのもすごくいいと思いますし、あとはこの着こなしもいいですね。なんかオリーブのこのようなコートと内側はニット何色なのかな、これもなんかオリーブ系ですかね、オリーブ系のものを着て、その内側にはですねタートルネックのカットソー、もしくは白のドライモックですね、この T シャツを覗かせるみたいな着こなし、僕はこの着こなしすごく好きですね。ヨシキさんですね、すごく素敵だと思います。はい、まあ様々なスタイリングが組めると思いますので、個人的にはやっぱりちょっと白パンなんかと合わせながらね着こなしたいなと思うので、ぜひこちらもですね安くなったタイミングでゲットしていただければなと思います。持っています。はい、続いて3点目はですね、これも定番ですね、エクストラファインメリのクルーネックセーターかっこ長袖ですね。こちらがですね価格が2990円ということで、12月22日まで期間限定価格になっています。これももちろん手元にあるわけですね。こちら持ってきてみました。今期はですねこちらのちょっとダークグレーっぽい色味のものを購入したわけなんですが、もう定番のですねニットになってまして、まあ、今までご紹介してきたニットの中でも一番薄手ですね。まあ、ロンティー感覚でさらりと消えて、なおかつ肌触りがいいので、これは使い勝手がいいです。まあ、どんな着方が想定できるのかというと、僕はですね結構ビジネスカジュアルだとかそういった場面でも結構使えるようなニットかなと思っていまして、丸首の T シャツだとか、あとはシャツですね、そういったものを上に着て、さらにその上にジャケットを着るだとかセットアップを着るだとかというスタイリングが一番使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますね。まあ、肌触りも良くて、この質感のものが3000円というのはもう相変わらず恐ろしい価格だと思っているので、まあぜひ皆さんもですねこの機会に1枚足してみるのもいいかなと思いますね。まあ、このようなグリーン系もあるんですね。ちょっと僕にとっては新鮮ではあるんですが、なかなか色合わせとしては難しいかもしれないなとは思うので、おすすめなのはですね、まずは、まあ、ベーシックなネイビー系、このあたりは間違いのない選択肢だと思いますし、あとはですね今持っているこちらのダークグレーですね、これもシャープに見えてなかなかいいです。こうモノトーンの着こなしにしっかりとはまるのでね、すごくいいなと思いますし、あとはこの綺麗なブルーですよね。ブルー系もネイビーにはないような華やかさのある色合いなので、ぜひおすすめしたいですね。個人的にはブルーかな、これを一押ししたいなと思います。はい、これは使い勝手良さそうですね。まあ、ちょっと具体的にスタイルヒントの方を見ながら解説したいなと思うんですが、例えば匠さんのようにこういった着こなしのパーツですね、モックネックだとかタートルネックのカットソーを重ねて着るというのがまさに今時期ですね。これから、まあ、真冬にかけてすごく使いやすいコーディネートだと思うんですね。これは参考になりますね。薄手なので結構重ね着しやすいというところも非常に良い点なので、まあ、ジャケットの内側に着るのもいいと思いますし、先ほどご紹介したこのインナーダウンですね、これなんかと合わせながらもすごくいいんじゃないですか。こちらの内側にニットを入れてタートルネックのカットソーみたいな組み合わせもすごくいいかなと思うので、様々なね使い方が考えられるかなと思いますね。まあ、時代を問わずに使えるユニクロの大定番として1着持っておけば複数年使えるようなニットだと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目ですね。これまたですね大定番となるシングルブレストコートですね。僕の動画の中でも何度かお伝えしているので、皆さんにとってはもう聞きなじみがあるような言葉だと思いますし、まあもうオーソドックスなですねステンカラーコートのようなデザインなので、これまた使い勝手がいいかなと思います。まあいろいろとねカラー展開ありますが、個人的にはこのダークブラウンなんかいいんじゃないのかなと思いますね。細かく見るとですね千鳥格子の柄が入っていまして、ペタッとした表面的な雰囲気ではなくて、ちょっと奥行きが感じられるような雰囲気になっているのが個人的にはいいんじゃないのかなと思います。まあ、ブラックのようなドベーシックな感じになると割とですねビジネスっぽい感じもしてしまうので、少し変化球でダークブラウンぐらいがいいんじゃないのかなとは思いますね。これがですね価格が5990円ということで値下げになっています。冬物のコートがこれぐらいで買えるというのはかなりお買い得ですし、あとはデザイン的にこういったシングルブレストコートって去年もやりましたし、まあこれから先もですね継続してやると思うんですね。そういった意味では一着持っておくと便利なアウターの一つかなと思います。先ほどご紹介した中綿のジャケットだとか、あとはインナーダウンにもなるようなノーカラーのダウンですとか、そういったものはカジュアルなので少し違っ
ったベクトルで切れ目のコートはね一着あると便利だと思うんですよね。これも着方次第でいろんなコーディネートが可能かなと思うんですが、ちょっと見ていきましょうか。例えばですね、僕と同じですね、しゅんさんという方ですかね。この方の着こなしがすごく素敵だなと思うんですね。ブラウンのコートの内側にはタートルネックのベージュ系のねニットで合わせているんですね。このようなベージュ系とブラウンというところの組み合わせっていうのはもう鉄板なんですね。なのでタートルネックで合わせるのもいいと思いますし、まあ、先ほどもご紹介したこちらのですねニットベージュも色合いがあるので、そういったもので合わせてみるのもいいと思うんですね。まあ、様々な活用の仕方があるので、このシングルブレストコートのブラウンは持っておいてまず間違いがないんじゃないのかなと思いますね。まだ在庫もしっかりと残っていますので、ぜひチェックしていただきたいですね。まあ、こんな形でパーカーと合わせるのもいいと思います。結構ですね、コート自体がクラシックで綺麗めなので、パーカーぐらいでちょっとこうカジュアルダウンするっていうのも非常に使い勝手がいいかなと思うので、まあ、様々な着こなし想定できますね。これも男性、女性問わずに使えるので、夫婦兼用もしくは、彼女さんと兼用してもらうのもいいかなと思うので、ぜひこの機会にシングルブレストコートもですねチェックをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目のアイテムなんですが、これはもう着こなしのベースとなるようなもので皆さんもとっくにご存知のアイテムかなと思うんですが、まあ、ヒートテック系のアイテムですね。これはこの期間に買い足しておくのがいいんじゃないのかなと思います。僕はですね、これ時間差で先週買ってしまったんですね。ヒートテッククルーネック T シャツのクブ袖をですね、先週購入しました。こちらがですね、790円、12月22日までの期間限定価格になっています。これはですね、まあやっぱり着こなしのベースとして皆さんにもチェックしていただきたいんですが、まあ長袖だとまさにですね、今時期すごく暖かくて便利なんですね。まあヒートテックにも通常バージョンから極暖だとか、まあいろんなものがあるわけなんですが、まあ今時期ですね、12月だとか1月の初旬くらいまでは通常バージョンが僕はかさばらないので結構着やすいなと思ってるんですね。そっから先ですね、雪が降ったりするときにはやっぱり極暖だとかそういったものが圧倒的に着やすいかなと思うので、まあ、2枚買っておきたいとは思っているんですが、今時期はこの通常のヒートテッククルーネック T でいいかなと思います。まあ、ちなみに僕はホワイトを買いまして、この襟ですね、この部分を自分でカスタマイズしたんですね。ハサミでチョキチョキと、まあ襟がですね、通常の襟の状態だと、例えば今僕はバンドカラーのシャツ着てますが、このですね、端っこから白 T が見えちゃったりするのがすごく好きじゃないんですね。なのでちょっとこう深めにですね、襟元をチョキンチョキンと切っちゃってるんですね。そうすることで襟元からちょっと見えることがなくなるので、まあ、ぜひ皆さんもですね、まあ、一つの実験としてそういったカスタマイズしてみるのもいいと思いますね。まさに790円なのでカスタマイズするにはちょうどいいんじゃないのかなと思いますね。カラーは他にはダークグレーですとか、まあ、ブラックもあります。はい。まあ、いろんなカラーがありますが、個人的にはあんまり着こなしを邪魔をしないようなホワイト系がいいんじゃないのかなと思うので、ぜひこれ、この期間にですね、安いのでチェックをしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではユニクロの年末祭ですね、こちらでチェックすべきアイテムを5点に絞って皆さんにご紹介させていただきました。まあ期間限定のものもあれば、結構このタイミングで値下げしたものもあって、まあいろんなものが混在してたかなと思うんですが、どれもですねすごく良いアイテムばかりで、しかもですねほとんど僕も買ったことがあるものばかりなんですね。なので自信を持って皆さんにご紹介ができたかなと思うので、ぜひこの機会にチェックをしていただきたいなと思っています。まあこれからもですね、こちらのチャンネルではメンズファッションの今日もなるべく分かりやすく解説したいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けのアイテムの解説ですとか、あとは着こなしの解説に関しては僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で結構しっかりめに解説をしています。週にですね 3,4 本のオリジナルの動画をですね、だいたい 2,30 分ぐらいの大ボリュームでお届けしているのと、あとは週1ぐらいのペースでライブ配信もやってるんですね。そちらの方では皆さんからのご質問に直接お答えするような形で動画を展開してますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなか動画をゆっくりと見る時間がない方のために
にオンラインサロンもやっています。まあ、そちらの方では、まあ、文章と写真ベースでおすすめのアイテムを僕の方で1日2本ぐらい出していまして、また僕以外のスタイリストの方も多数在籍していまして記事を書いてくれています。まあ、さらには結構参加者の皆さんも記事を書くことができて、いろんなコンテンツが溢れているんですね。おしゃれが好きな大人の男性が結構交流しながら楽しんでるサロンになってますので、こちらも気になる方は概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。